頃は五冠末、霊帝の時代。外戚の先見に宦官の横暴、官僚の派閥争いと官室は大いに乱れ、民は重税にあえいでいた。この時、太平道の張角と名乗る者が現れ、彼を首領とした大規模な反乱が起こった。いわゆる黄巾の乱である。蒼天すでに死す、甲府まさに立つべし、年甲子にありて天下大吉。天下統一の大業を成して五冠の大を起こした光武帝から200年、天下は再び騒乱の時代を迎えようとしている。家臣将軍と宦官の対立は官室に新たな災厄をもたらした。清涼の大主董卓の台頭である。董卓は家臣と宦官の共倒れの混乱に乗じて権力を掌握、傍若無人の振る舞いを見せていた。おい酒だ、酒が足りんぞ。これは気がつきませんで、どうぞご存分にお召し上がりください。ん、ああ理事か、お前もなかなかのものだの。はて、何のことでございますか。とぼけるでない。朝廷を廃し新竜王を立てるというお前の検索、あれは見事に当たったの。おかげでお前もわしもほれこの通りじゃわい。いやいや、まだまだ安心はできませんぞ。曹操が何やら企んでいるようですからな。何？曹操？あんな小僧に何ができる。この世でわしにかなう者など一人もおらぬのだ。仰せの通りで。希代の怪物董卓はその権勢を極めつつある。その勢いは誰にも止められない。周瑜、俺は世に名を馳せることができるだろうか。尊老らしくもない、何をおっしゃる。演術のところを飛び出したのはよいが、我が父の仇控訴すら未だ打てぬ。一体いつになったら。焦るお気持ち、この黄巾にもよくわかります。しかしことをなすには時期というものが大事です。今はまだその時期にあらず、もうしばらくご辛抱ください。お主がそこまで言うのなら何か方策があるはず、話してみよう。天下はまだ落ち着きを取り戻してはおりません。董卓が滅んだとはいえ、曹操、袁紹をはじめとして呂布、袁術、劉表、劉淵、群雄割拠の帝を成しております。今はこの江東の地を抑えることこそ寛容かと。そうであったな。今は力を蓄え、明日の良き日に備えることこそ大事。周瑜よ、これからも俺を助けてくれるか。この黄巾、尊老にどこまでもついてまいります。董卓の死は天下の混乱に拍車をかけた。孫策と周瑜、彼ら若き英雄二人の前途にあるは栄光か挫折か。ようやく年が明けたか。去年はわしにとっても正念場だった。あの袁紹を関東で打ち破ることができたのは幸いであった。兵の数から見てもこちらには分のない戦い、我ながらよく勝てたものだ。手を焼かせた呂布もこの世にはおらず、父をしのいだ戦上手の孫策も死んだという。劉表、劉璋などは自分の国を守ることで手一杯の小心者、こううるさいのはあの馬頭だけか。我がことすでになったな。帝育殿、曹操様は何をお考えであろうか。あのお方のことだ。差し詰め新たな戦の手はずか。次はどこであろうか。袁紹はもう虫の息、放っておいても構うまい。となれば
いよいよ南か。うん、おそらく。乱世の英雄曹操はますますその勢力を広げ、その目はついに南へと向けられた。天を握るは曹操か、それとも軍師。曹操がいよいよこの地にも攻め込んでくる様子、我が兵力ではとても防ぎきれるものではない。何か良い方策はないであろうか。曹操に対しては孫権と同盟を結び、これに当たるのがよろしいでしょう。孫権と同盟を。さよう。曹操はこの慶州のみならず高騰も狙っております。孫権にとっても曹操の脅威は我らと等しいはず。きっと乗ってくるに相違ありません。だが孫権も以前より慶州を狙っているとのこと。よほどの者が同盟の利を解かぬ限り、それは叶わぬのではないか。私が参りましょう。軍師自ら参られるか。誰か他の者はおらぬものか。呉の国には人多く、波の者には務まりません。だがもう。ご心配なされるな。すべてこの孔明にお任せください。わかりました。軍師にすべてをお任せしましょう。だがくれぐれも無理をなさらぬようお頼みいたす。この孔明、一命に変えても成し遂げてまいります。天下の様相は三国鼎立へと動いてきた。この乱世を治めるは曹操か、孫権か、それとも劉備か。私もようやく一国の主となり、軍師殿のおっしゃる天下三分の計もほぼなった。郷里を離れて30年余り、さまざまな出来事があったの。思えば初めはただの三人であった。それが今では諸一国、ここまでになったのも関羽、張飛、張雲をはじめとする将軍たち、そして諸葛亮殿をはじめとする軍師たち。彼らの力なくしてはここまでは来れなかったろうに。この喜びを我が弟関羽と共に分かち合えぬのは無念でならぬ。良い機会だ。関羽の霊に報いるためにも早急に敵討ちに出るぞ。皆の者、聞くがよい。劉備はついに蜀帝となり、ここに三国の鼎立がなった。だが戦乱の炎はまだ衰えてはいない。上将、どうして亡くなられてしまったのです。私はまだまだ上将には及ばず、その教えを必要としているのに。魏の宗英、呉の孫権、ともにその勢いは衰えず、我が職も度重なる北伐で国は疲弊しております。しかし亡き勝烈皇帝と上将の五郎君、この辺を思えばこの白薬の苦労など何ほどのものでありましょうか。上将、見ていてくだされ。この白薬、龍禅様を盛り立ててこの蜀の国を守り、いつの日か必ずや魏を打ち滅ぼして、その勝利をあなたに捧げますぞ。秋風吹きすさぶ五丈原に諸葛亮はその生涯を終え、三国の時代もその終焉を迎えようとしている。脅威の願いは天に届くのか。